お疲れ様です。パーソナリティのエリです。今回お届けするテーマはこちら。日本から学ぶことなんて何もない、中国人女性が経済シンポジウムの議論中に発言、中国人ジャーナリストの一言で完全論破。とある経済のシンポジウムにて、日本に対して学ぶことがないと発言した女性がいました。なかなかに激しい物言いですが、その後この女性はとある男性の行動ですぐに自分の考えを改めることになります。これは別に特別な行動ではなく、日本で当たり前に行われている行動だったとか。男性が行った行動は一体どんなものなのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。これは中国で行われたとあるシンポジウムでの話です。中国ではこの日経済について話し合うシンポジウムが行われていました。そのシンポジウムで議論が交わされている中、ある男性の議論に反論した中国人ジャーナリストの女性がいたのです。その女性はバブル経済が終わった後の低迷する日本からは何も学ぶことはないと言い放ちました。女性はその言葉に続き、日本はすでに高度経済成長を終えているため、これから衰退していくだけの国であるという考えを話したのです。その言葉に周囲の人がざわつく中で、男性はその女性に対してこのような提案をしました。私にそこに置いてあるハサミを渡してください。女性はこれまでの話とハサミがどう関係あるのか疑問に感じたまま、男性にハサミを渡しました。女性がその男性にハサミを手渡した時、男性はその女性にある話をしたのです。日本人であれば歯の方を相手に向けて渡したりはしません。そう、この女性は刃先を男性の方に向けてハサミを渡していたのです。男性はこう話を続けます。日本人であれば小さい時から教えられ、ハサミを渡す時には自分が刃先を持ち、絵を相手に向けて手渡します。このように相手への配慮は日本人から学ぶことができるのです。まさかハサミの渡し方で女性をたしなめてしまうとは。ハサミの渡し方はどこの国でも同じだと思っていたため、歯を向けて渡す国もあるということに驚きですね。日本人の感覚としては危ないと思ってしまうのですが、そう感じない人もいるということがとても面白いですね。中国では2018年に北京で全国教育大会が開催されました。この大会には習近平国家主席も出席して、党の幹部や教育担当者を前に教育の役割について次のように強調しました。品性と徳性、教養を高めることに力を入れ、学生に社会主義の革新的な価値観および品位と道徳を培い、実践するように導かなくてはならない。習主席は中華民族の偉大なる復興をスローガンとして国民を鼓舞しました。この掲げられたスローガンに恥じない国や国民となり、中国が世界で尊敬される一流の国になることが目標のようです。しかし、このスローガンを達成するためには、これまで以上に中国国民の民度を高める必要があります。ちなみに民度とは、特定の国や地域に住んでいる人々や集団の平均的な知的水準や教育水準などの熟練度のことを言います。例えば、公衆の場所で大声を出すなどのマナーが悪い場面を見たときに、民度が低いと使うことがありますよね。しかし、この民度を高めるということは指導部にとって頭の痛い問題です。中国では赤信号でも関係なく横断歩道を渡る光景がよく見られます。確かにこのような行動が日頃から行われている環境はあまり民度が高いとは言えません。習主席は教育の重要性についてこの会議の中でこのように述べています。国民の総合的な民度を高め、人間の総合的な発展を促進し、
中華民族の革新・創造の活力を増強し、中華民族の偉大なる復興を実現する決定的な意義を持つ。日本では反日的な活動がメディアで取り上げられることが多いため知られていませんが、中国人の大半は日本を民度が高い国という認識を持っています。具体的に紹介すると、日本人は礼儀正しい、真面目、清潔といったイメージを中国人は持っているようです。こちらは2019年の夏の初めに日本に旅行に来たという女性の話です。その女性は日本の印象をこのように話しています。日本の印象はとても良かったです。礼儀正しいし清潔だし、お店に行ってもこちらの言葉が通じなくても一生懸命聞いてくれました。日本人は礼儀正しいと思っていましたが、実際に行ってその印象はもっと強くなりました。またこの女性は中国の印象についてはこのように話していました。正直言って民度は低いです。どこでも痰を吐くし、大声で喋るし、そうそう、日本はとても静かでしたね。日本では日本を訪れている中国人旅行客に対する不安がたびたびメディアで紹介されることはありますが、これはどうも日本だけではないそうです。例えばシンガポールで発信されているニュースでは、台湾での中国人観光客の様子について紹介しています。金持ちだけど横暴でケチ、ねぎるのが大好きで断ると大声で怒鳴るから怖くて仕方ないという台湾人タクシードライバーの発言を取り上げました。他にも民宿経営者の話として、うるさいし汚い、部屋はめちゃくちゃ恐ろしいという発言が紹介されています。一方で日本は世界的にも民度が高い国であるというイメージがあるようです。それを証明するものの一つがパスポートです。日本のパスポートは190もの国や地域にビザなしで入国することができます。これは日本人の民度の高さが反映されており、日本のパスポートは最強だと言われているのです。また私たちにとって国内のどこに住んでいても義務教育を受けることができるというのは当然のことですよね。しかし農村のお年寄りでもみんな読み書きができる識字率の高いことも日本の民度が高いと感じることの一つのようです。他にも落とし物があっても盗む人がいない治安の良さ、落としたものを持ち主が取りに戻った時のために道の脇や生け垣に置いておくなどの行動も日本人の民度の高い行動として紹介されています。しかし民度が高いと言えない面も一部あると紹介されています。例えば夜になると居酒屋で酔っ払うまで飲む人が多いことや、難民を受け入れないという点が排他的であるという声もありました。このような面がありながらも他者に迷惑をかけないように行動をするという日本の文化は、全体的に民度が非常に高いということが言えそうです。マイナスだと感じられている面については、日本の文化や実情に照らし合わせながら、必要なところは変えていくことができればいいですね。例えば、ひどい酔い方をしている人を見ると、本人以外は気分がいいものではないので、お酒はほどほどにするなども大切なことだと感じます。他人に迷惑をかけないということは、日本に住んでいたら当たり前のことなのですが、これが当たり前でない国があるということに少し驚きを感じます。また世界に目を向けてみると、同じように勉強を受けられない人たちがたくさんいるのです。一般的な知識を持っていることがとても嬉しいことであると実感します。そしてこの当たり前の文化を今後も残していきたいと感じますね。いかがでしたでしょうか。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。